アルケーとは、はじめ、主言、現象、根源、原理、根拠等のことであり、哲学用語としては、万物の資源また、根源的原理を指す。主に、ミレトス学派の自然哲学で議論された。古代ギリシアのアナクシマンドロスが初めてアルケ系の子を、用いたとされる。アリストテレスはその著書、刑事上学 A において、哲学の祖は、ミレトスのタレースであり、彼は、 万物の根源を水であるとしたと記している。また、ヘラクレートスは火を、ピタゴラスは数をある系とし、エンペドクレースは土、水、火、空気の読んだからなる理想また、デモクリトスはアトモスが根源であるとした。アナクシマンドロスは無限定者がある系であると考えた、とアリストテレスの書は伝えている。新約聖書のヨハネによる福音書は、元は、 コインレイギリシア語で書かれており、その冒頭に、ニューアルファローカイイタイを大イタニューラムダガンマと記されている。文というのは単独で存在するのではなく、前後の文との関係で意味が決まったり、前後に補足的な情報があるので上記の文を含めて三文を示すと次のようになっている。ニューローカイニューラムダガンマ、カッパアルファーラムダガンマニューパイロータウ、ニューシータイプシロニュー。 カッパアルファー、C、タイプシロンニューラムダガンマ。タウニューニューローカイパイロータウ。ニューシータイプシロンニュー。サンパイニュータウアルファーデルタヨタアルファータウ。ガンマニューイプシロンタウ。カッパアルファーカイオメガローアルファータウガンマ。ニューイプシロンタウデルタニュー。これを翻訳すると次のようになる。アルケイとして、ロゴスがいた。ロゴスは神と共におり、ロゴスは神であった。このお方は神と共にいた。 すべてのものは彼を通して存在するようになり、彼なしで存在するようになったものはない。これはある形としてロゴスが存在しており、ロゴスはヤハウェと共に存在していたのであり、ロゴスは心的存在であった。ヤーウェはロゴスを通して世界のすべてのものを存在させたということを言っている。イエスキリストとなって世に現れたのを、 人々は目にしたのだ、といった内容のことが説明される。ギリシア語聖書の代表的なラテン語訳である、ウルガータ聖書のヨハネによる福音書ヨニスでは、冒頭部分をインプリンシープヨエラとベルベムと訳している。プリンジピアムは、ラテン語では、はじめという意味以外に、原理という意味があり、ある形についての問いは、世界の根源的原理としての神についての問いとして、 中世のスコラ哲学に引き継がれた。なお、アルケイという言葉のギリシア語での対語は、テロスであり、テロスは、終わり、目標、完成というような意味を持つ。ギリシア語聖書の末尾に配置されている、パイオーカッパラムダウプシロンプサイオタアポカリプス、いや、ケージなどと訳されている書、秘密を開示する書、において、イエズスは、私は、アルパであり、 オメガであると述べたと記されているが、アルパとオメガはギリシア語アルファベットでの最初と最後の、ジボである。したがって、イエズスは、私はアルケイでありテロスであると述べたとも解釈され、彼はギリシア語で語ったのではなく、アラム語かヘブライ語で言葉を述べたはずで、ヘブライ文字だと、最初と最後のジボは、アレプトタウとなり、これがギリシア語のアルケイとテロスの頭文字に対応する。アルケイとは、 コトバンク。2019年11月28日閲覧。ローイオータシグマタウタウラムダイータ。イプシロンタウアルファーファイウプシロンシグマイオタカッパー。ヨータベータラムダ。ウィキソース。山田哲也。タレス1、アルケー。ウェブで読む、西洋哲学誌。2011年11月19日閲覧。アリストテレス、刑事上学アルファヨタニュー。 デルタイオタアルファシータカッパイタアルファタウオメガニューニュイーイタニューマイナスウィッキソースヨニスビブリアサクラブルガータヨニスマイナスウィッキソースありがとうございます